C.J. ウィルソンは、ノースカロライナ州、ベルハーベン出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションは、ディフェンシブエイド。高校時代には、ラインバッカー、コーナーバック、セーフティー、ランニングバック、タックル、フルバックと多くのポジションでプレーした。3年時には、チームキャプテンを務めた。また、バスケットボール、陸上競技も行っている。 大学進学前、スカウト .com から2つ星にランクされた。彼は、奨学金のオファーを唯一受けたイーストカロライナ大学に2005年秋入学した。だがその年、NCWA の資格要件を満たしておらず、2006年春よりフットボール部での活動を始めた。1年時の2006年10月14日、タルサ大学戦で初サック、7タックルを挙げた。 この年先発7試合を含む13試合に出場し、チームトップの4サック、29タックルを挙げて、カンファレンス USA のフレッシュマンチームに選ばれた。2年時の2007年には、当初控え、ディフェンシブラインマンであったが、4試合が終了した後、先発に昇格、9月29日のヒューストン大学戦では9、タックル、2.5サックを挙げ、 FG もブロックした。この年7サック、36タックルを上げ、カンファレンスのセカンドチームに選ばれた。3年時の2008年には、カンファレンス2位の10.5サックを上げて、カンファレンスの最優秀守備選手、スポーティングニュース、ESPN より、カンファレンス USA 最優秀選手に選ばれた。四年時にも、全十四試合に先発出場、点五サック、 57、タックルを挙げて、スポーティングニュースよりカンファレンス最優秀守備選手に選ばれた。また、テッド・ヘンドリクス賞、ロンバルディ賞、ブロンコ・ナグルスキー賞候補のリストにも挙げられた。ドラフト前のコンバインでは、ベンチプレスで32回挙げている。2010年の NFL ドラフト7順で、グリーンベイ・パッカーズに指名された。この年15試合に出場し、1タック。 21タックルを挙げた。チームはこの年、第45回スーパーボウルに優勝した。ドラフト前の評価では、パスラッシュのクイックネス、スピードはあるが、横方向への敏捷性に欠けており、その時点では、パスラッシュ要員としてしか出場できないだろうとされた。2歳の時から父親にピアノを習っており、第45回スーパーボウルの直前に、チームが宿泊したホテルで、 チームメイトにピアノの腕を披露した。6フィート3インチ、300ポンドの巨漢である彼がピアノを弾くと聞いた際、チームメイトは最初それを信じずに笑った。ありがとうございます。